テンダーですが、フィジカルを生かした守備と攻撃参加した時のクロスの質が今シーズンは非常に成長しました。もともとはセンターバックのプレーヤーだっただけに、昨シーズンからチーム事情もあって右のサイドバックに入っているんですが、シュート足が中にクロスボールを入れていって、久木田との競り合い制してゴールを決めた和田亮、倒れ込みながら群馬のゴールにねじ込んでいきました。